申し訳ないけど、本当に5分ぐらいで撮った俺の動画がさ、50万再生とかするからさ、うん、俺怒ったんすよ。背景とか衣装とか照明とか音楽とかすげえ言われたんですよ。そうそうそう、俺演出ちゃんとやってないもんね、うん、本当そうですよ、うん、じゃあ俺だって今まで何もただ素でやってますからにしたらすごいですよ。本当みんな社内の暗い中でニュース語って100万再生とかで顔が見えてないですから素材がすごいから、うん、なんならこの後今日なんか重大な事件とか起きたら解説しちゃうもん、ね、この場でハロー YouTube っそうやって短い何かをパパって作るのはニュース見て、うん、これ解説しちゃってちゃんと調べないと解説できないええー、情報どっから取ってんすか。これ別にさ、大体知ってることだから。じゃあ世の中で起きてる情報、ヤフーニュースとかヤフーニュースと LINE ニュース、 LINE ニュースで、ね、うん、今日のネタなんかあるかなとか、今日は大したニュースないんで、大したことないともうまあいいや、面白いのあるなと思ったらやっちゃうけど、それしか知ってないんですけど、その記事ちょっと見て解説する、うん、そう、すごい、それで全然見る。めちゃくちゃ調べるようなことは俺はしない。どこでそんな情報を世の中の出来事とか察知してんのかなって、うん、LINE ニュースなのかこれはネタはね、元ネタはね、元ネタは LINE ニュースなんだけど、まあだから女のとこそうじゃん、44万回再生、とにかくアクリ安村が、英国で大受けだったことについて別に何も調べてない。それで小島よしおとハンバーグ師匠に言ってほしいという理由だろう。全部44万いくからめっちゃコスパいいじゃないですか。ちょっとでもそれまでが頑張ってた。実は全然頑張ってなくて、いろいろもちろん動画を作ってたけど、やっぱ一人でやった方がウケるんだよね。視聴者を置き去りにしない。どういうことなんか、一人が語りかけてると自分と会話してるように思ってくれて喜ぶ。だから俺時事ネタで絶対俺が面白くできるやつしか撮らない。でもね、俺実は何でも語れんの、うん、楽天シリーズはウケるんでやってるんですけど、うん、はい、俺本当は一番最初にあのスタイルでカルロス・ゴーンが逮捕された時にやりたかったと思って1000万再生できた。確かに。これは面白そう。カルロス・ゴーンがどうやって逃げたのかとか俺完全に解説できる。あ、ごめん、それをやったんだ。逃げた時のやつは2、300万再生まで。そうじゃなくて捕まった時、一番最初に。だから人が知らないこといっぱい知ってるから、もともと知ってるんで、もう大体実体験だから、そう50年間生きてますから、それぐらいの体験してますよ、いくらでも解説、だから本当はあんまり知らないネタでも解説はできるんですよ、俺とかテレビのコメンテーターとか、全然なんでも喋れますから、本当はね、なんかつまんないネタとか解説したくないんで、チームのあるのかな、情報を集めてすぐ速報で伝えるチームとか、リサーチチームみたいな。都市伝説とかあればいい。そういうのがめっちゃ OK なの。俺はやりたくないけど、俺興味ないから。正直俺がやるとめっちゃバズると思う。確かに。ああ、ちょっと。はい。ということで、はい、ミケイラさん。はい。